祝いの席で言う話ではないが、自分は結婚というもののメリットがいまいち理解できない。結婚をすれば自分の人生に別のものが干渉してくることになる。それは果たして本当に望ましいことなのだろうか。そうだな、そういう考え方もあるか。まあどちらにせよ、結婚式など自分には縁遠い話だ。さあ皆様ご注目ください。いよいよブーケトスのお時間です。まずは花嫁の手から水の精霊の手に。ブーケは果たして誰の元へ届くのか。赴くままにでしょ。おっと、おっと、これは大きなハプニング。受け取ったのはまさかの男性だ。ひょっとしてこれはまずかったのか。いや、突然向かってきたので、あなたに当たらないようにと。
わかった。ではこうしよう。未婚の女性が受け取るものなのだろう。それとも自分が知らないだけで、実はあなたは既婚者だったりするのか。そうか、よかった。最初はどうなるかと思いましたが、これは小粋なサプライズ。どうやら先ほどの男性は恋人に渡すためブーケに手を伸ばしたようです。次はきっと彼らがブーケを投げる番になることでしょう。おめでとう。暑いね、お二人さん。付き合ってどのぐらいだい？付き合って、知り合ってからはまだ短いが。付き合ったばかりなのにもうそんな関係ってこと？彼女さん見かけによらず大胆。なんだこの黒いの。イカってことは食えるのか。ああ、新鮮なイカとオリエンスで有名な店のソースが手に入ったんだ。黒いね。イカスミって歯が黒くなっちゃうのよね。まあ今日はもう出かけないしいいけど。ん？なんだこれ、うまい。リーベルに来たお客さんが言ってたけどよ、イカスミって体にいいらしいぜ。そうなの？この見た目からは想像つかないね。なんでも美肌効果とか若返り効果があるんだとか。それは口が汚れるのを気にしてる場合じゃないわね。おい、飛ばすな。ついちまった。海水を用意しておいた。乾燥する前に処置を施せば大丈夫だ。
備えあれば憂いなしってやつだね。こいつなら高確率でやらかすだろうし、予想は容易だな。汚したのは悪かった。ザボラ、炭飛ばさずに食べる方法を教えてくれ。いいだろう、教えてやる。簡単だ、食べるのやめろ。それは無理だ、食いたい。ビリオの食べっぷりは見ていて清々しいからな。気にしなくていい。昨日都市に来た時もそうだったが、プロポーズや結婚式に遭遇する回数が多いように思った。この都市ではそういうことを必ず人前でやるという決まりでもあるんだろうか。くっつくやつらも多いが、同じくらい別れるやつも多いんだ。目の前で別れるやつを何組も見たな。愛をたっ飛ぶとか言いながら、あれは正直呆れちまったぜ。人間っていうのは一度つがいになっても結構簡単に離れちまうもんなんだな。精霊魂が廃れたことからもそれは明らかだ。そうだね、精霊魂は誓いを破ったら重い罰があるって聞いたけど、でも本当にその人だけって決めたなら揺るがないはずだと思う。精霊さんも祝福したカップルが別れたら悲しむよ。今のオリエンスで精霊のために痛める心を持ち合わせてるやつは少ない。ここのやつらが優先するのは見えないものより目先の娯楽だろうからな。確かに娯楽の類は他の都市に比べて多かったな。ああ、個人の路上パフォーマンスも多いが、小さなステージもにぎわってた。競合相手が多いって感じか。確かにそうかもな。もうバッチリ、水中庭園の広場使えるわよ。すごいね、あの広場を使わせてもらえるんだ。俺は外から見ただけだけど、人間って水の中でも息ができるのか？そんな人間もしいるとしたら、強い水の精霊と契約してるパスハリアくらいだろうな。あの庭園全体にレーベの魔法がかけられてて、誰でも呼吸ができる特殊な水になってんだよ。そっか、すげえな。あ、でもそうするとさすがに火は使えなさそうだな。どうしたんだ、パスハリア。何か言いたいことがあるなら言え。
ありがとう。やっぱりザフォラは優しいね。勘違いするな。優しさじゃない。喋らない奴が一人でもいると会議が進まないから催促してるだけだ。クルトラの時のブーメランだな。黙れ毛玉、塩水につけて干す。やめろ、俺様のキューティクルが死ぬ。この都市は水の精霊が多いと聞いた。きっとパスハリアにしかわからないことがあるのだろう。聞かせてもらえるだろうか。うん、僕水中庭園に行ったんだけど、そこで見たことがちょっと気になっちゃって。水中庭園は確かにすごく綺麗な場所だったんだ。でも正直精霊さんたちにはいい場所じゃないみたい。大精霊が作った場所なのにか。同じようなクルトラの迷宮は風の精霊がたくさんいたぞ。人が捨てたゴミが水中に漂ってたり、水が汚されて濁ってたり、精霊さんたちすごく困ってた。清掃員さんも全然足りてないみたいで。祝い事や祭りは精霊に手伝わせるのに、そういう配慮はできないんだな。精霊は住む場所を汚されているのに、それでも人間に手を貸してくれているのか。大精霊のレーベもそうだったみたいに、水の精霊さんたちは人間のことが好きな子たちが多いんだ。精霊さんたちは昔からずっと変わらない。でも人間は変わっちまったってことだな。精霊さんに愛された町だってみんな口を揃えて言ってるのに、この町の人たちは精霊さんたちのことを大事に扱ってない。みんなには見えないかもしれないけど、確かにそこにいるのに。人と違うものを追い求めるあまり、他人に迷惑をかけても顧みないものが増えているという話だ。ある意味芸術家らしくはあるが、周囲を鑑みない自己中心的なものが多い街になっている。そういや、前に来た時より精霊の数も少なくなってる気がするな。観光客が増えたせいで目先の利益優先になってるんだろうな。この町の精霊は好意で協力してるだけ。クルトラの精霊と違って働きに見合った対価をもらってるわけじゃない。精霊さんが好意でやってくれてることだから対価は必要じゃない。でも感謝の気持ちすら示されていないというわけだな。うん、見えないからってないがしろにしていいわけじゃないのに。この町の問題はその辺にありそうだな。なんとかそこも分からせるような内容にしなきゃいけねえのか。じゃあさ、精霊の言葉を聞いてもらえばいいんじゃないか。あのな、ほとんどの人間は見ることはおろか言葉すら分からない。
幻獣と同じように見聞きすることができるのは契約者だけだってことを忘れたのか。見えない人間にも擬似的に見えるようにすることはできると思うが、言葉は無理だろう。僕が代弁するよ。この町の人たちに精霊さんたちの気持ちを知ってもらいたい。精霊さんの力になりたいんだ。ああ、パスハリアがやるべきだって俺も思う。パスハリアなら精霊たちもきっと力を貸してくれるだろうし。パスハリアの容姿は精霊の言葉を伝えるのにとても適していると思う。自分も賛成だ。ま、何も知らない人間にこいつは精霊だって言えば信じるレベルだしな。いいんじゃないか。パスハリアを通して精霊たちの言葉を届けるショーだな。じゃあ今回はこの町の精霊たちにもショーに参加してもらわねえと。もちろんきっちり対価と感謝を用意してな。よし、それじゃ明日からは宣伝と精霊集めね。うん、そこの水路にたくさん。どうしてそうなるんだよ。僕の話を聞いてくれ。ああ、そのようだ。あの店の窓を突き破ってきた。大変だ。ボトルが割れて、飲み物が水路に流れてる。あれじゃ精霊さんが。みんな泣かないで。え、そうなの？パスハリア、精霊は何と言ったんだ？この辺りは今みたいなことがよくあるんだって。住処が汚されることもだけど、精霊さんたちは人間が喧嘩するのが悲しいって。
みんなに仲良くしてほしいって。あの、二人とも。ああ、放ってはおけないだろう。ありがとう。いらっしゃいませ。チアーズのオリエンス店だよ。都市の景観に合わせてるんだ。オリエンスは街並みも含めての観光地だからね。それで3名様だね。ご注文は？ごめんね、ご飯を食べに来たわけじゃないんだ。ここで言い争いをしてる人たちがいると思うんだけど。ああ、あの窓際にいるカップルのことかな。あの二人、オリエンス店の常連でね、リズとジャンって言うんだけど、いつもは仲いいのに今日は手がつけられなくて困ってたんだ。ジャンの浮気が原因みたいだよ。後で窓ガラス弁償してもらわなきゃ。他の女の子とあんな親密にしてもう信じられない。どうして信じてくれないんだよ。あれは浮気なんかじゃないのに。僕、話を聞いてくるよ。ならば自分は彼から話を聞こう。いや、止めてもらえてよかった。僕じゃどうしようもなくて。様子を見させてもらっていたが、あなたにはあなたの言い分があるように感じられた。よければ自分たちに話してもらえないだろうか。どうしてこんなことになっちゃったんだろう。僕はただ彼女を喜ばせたかっただけなのに。浮気をしたと聞いたのだが。違うんだ、浮気じゃない。派手な告白の仕方を研究してたんだ。すまない、状況についていけないんだが、今から告白をするということは、あなたと彼女はつまりまだ交際をしていないということか。ああ、友達以上恋人未満ってやつさ。
僕たちは友達としての付き合いが長くてね、彼女といると心地よくて自然体でいられることに気づいたんだ。それで自分の気持ちを自覚したんだけど、告白するにしてもただ告げるだけじゃ芸がないだろ。だから女友達に頼んで作戦を練ってたんだ。でもこれは必要なことなんだよ。僕の友達は戦場で派手に告白したって言ってたし、負けられないじゃないか。あなたはその友に勝ちたいのか？話を聞いていると、あなたは友と張り合っているように感じたが、しかし思いを伝えるのに勝ち負けは関係ないのではないだろうか？でも派手な方が彼女も嬉しいかなって。そういうものなのか？他でもない女性の意見だ。尊重すべきだと思うぞ。そうか。うん。僕、大切なことを見落としてたのかもしれない。ありがとう。もう一度彼女と話してみるよ。きっと君やイオンの助言が良かったんだね。いや、自分よりパスハリアの方がこういったことは向いているだろう。そんなことないよ。僕は恋愛に疎いしね。そうなのか？意外だな。泣いている彼女にハンカチを差し出していたことといい、女性の扱いは心得ているものと思っていた。今回は僕でも助言できる悩みだったからよかったけど、付き合ってみないとわからないことだったらこうはいかなかったと思うよ。でもさ、その顔と王子様な感じで世の女の子たちが放っておくとは思えないけど。そんなこと言わないで。ほらこれサービスであげるから。君たちのおかげで解決できたみたいだからさ、これはそのお礼ね。
パスハリア、どうかしたのか？どうしよう、どれも美味しそうで選べないよ。よければ自分の分を譲ろう。それはダメだよ。これはみんなのご褒美なんだから。よし、三分こしよう。三等分にしたらみんな三種類食べられるでしょ。イオンなら三等分できるよね。いや、こんな小さなケーキ自分では潰してしまいかねない。大丈夫だよ、イオンの作業はどれも丁寧なの知ってるし。うん、イカスミの汚れも綺麗に落としてくれたし。もはや主婦じゃん。まだまだ自分は主婦として家を守っている方々には及ばない精進あるのみだ。そこ張り合うんだ。はい、カット用のナイフ。これで全員3種類ずつ食べられるね。あ、さっきの精霊さんだ。あの二人が仲直りできたって伝えてくるね。精霊さん、たくさん協力してくれることになったね。聞き及んだ数がいればパフォーマンスを披露する上で申し分ないな。だが改めて分かっちまったな、この町の奴らがどれだけ精霊を見てないかってことが。そうだな、みんな悪気があるわけじゃないのは分かるけど、自分に利益があることじゃないと動かない。悪気がないから余計に立ちが悪いんだろう。自覚がない分分からせるのが難しい。となると今回は内容が難しそうね。
おや、珍しいお客さんだね。はい、毎度あり。人々を楽しませて回る国家公認のパフォーマンス集団ね。お前が所属してるって聞いた時は一体何の冗談かと思ったぜ。似合わぬ自覚はある。そもそもよく国の許可が下りたな。まさかリングが見つかったのか。いや、残念ながらそれはまだだ。はあ、そんな状態でよく旅なんて許されたもんだな。自分としてはこのまま人知れず失われていた方がありがたいが、あれの存在意義的にそうもいかない。まあそうだよな。あんなもんでも大観の儀なんかにも使われる国宝の一つだし。そうだな。まあともかく昔のよしみだ。俺の方でもリングの所在可能な範囲でだが気にしといてやる。今この町は特に国の奴らを嫌ってるからな。内部にいる俺の方が探すのには向いてるだろう。ああ助かる。つうか、リングの所在もつかめねえ危ない状態なのに、よくサーカスとやらもお前を受け入れたな。誰も反対しなかったのか？いや、ジーニア、団長を除けば事情は誰にも明かしていない。余計なことを言ってこじれるなら言わない方がいいとのことだ。で、お前はそれに従って自分の過去も伏せてるってわけか。そんなに知られたくないのかよ、あの連中に過去のこと。何してるの？そんなに驚かなくても。うん、何かアービーさんに用？必要なら呼ぶけど。他の町は知らないけど、ペルステは普通。同じくらいの年の子は大体働いてる。
それに私、家族いないから働かないと生きていけないし。道場別にいらないから、こんなのよくあること。そうなの？出して。これね、剣闘士だったパパが教えてくれた勇気の出るおまじないなんだ。勇気の印って言って、パパの腕にもこの印が入ってたの。うん、普段は教えないけど、パパママがいない同士だから特別。さっきのお姉ちゃん、とっても悲しそうだったから。いたしまして。ティファリア、こんなところで何をしているんだ？ルーナが誰かと談笑なんて珍しいな。つーか、そろそろ昼休憩終わる時間だぞ。あ、そうでした。仕事戻ります。じゃあ、またね、ティファリアお姉ちゃん。んじゃな、いいよ。ああ。うちのフライドチキンは熱々でうまいよ。さらに3本買うごとに、今熱い永久剣闘士の決闘観覧券がなんと1枚特別についてくる。剣闘士はランダムだが、全員永久で外れなし。さあ、今がお買い得だよ。ああ、あれは剣闘士のランクのことだ。
A 級、B 級、C 級と分かれていて、それぞれ強さでランクが決められる。 A 級が一番強く、それゆえ人気も高い。何より強さを尊ぶこの町では、剣闘士は尊敬を集める職業だ。正直、市長よりも上位の剣闘士や闘技場のオーナーの方が発言権が強い。実質的に町を運営しているのは小闘技場のオーナーたちだそうだ。そんなことを聞く。自分はずっと以前からとある指輪を探している。できるならこの先二度と見つからないことを願いながら。他の者も今日の調査を終える頃だ。そろそろ戻るとしよう。夕食は何がいいだろうか。この年は慣れた食材が多い。腕を震わせてもらおう。ああ、お疲れ様。それならそこの者と一緒にこの後自分が運ぶから置いていってもらえるか。まとめると重いだろうからな。ならば小物の収納を手伝ってもらえるだろうか。うまくいってほっとした。アーテイル役を任された時はさすがに緊張したが、だがこの町ではあなたたちに何かと迷惑をかけてしまった。改めて謝らせてくれ。経歴や立場を詐称していたことと迷惑をかけたこと、すまなかった。
出して。これね、剣闘士だったパパが教えてくれた勇気の出るおまじないなんだ。勇気の印って言って、パパの腕にもこの印が入ってたの。なんだろうか。ああ、とは言っても全員がこの印を刻まれていたわけではない。自分の刻印は一部の奴隷が刻まれた極めて特殊なものだ。違うとは？どこだ？一体どこで見た？頼む、教えてくれ。刻印を持つ者に会ったのか？それとも、まさか、刻印のリングを？すまない。少し冷静さを欠いた。彼女が。あ、いたいた。ティファリアお姉ちゃん、それにイオンさん。私も育った孤児院の子たちと一緒にショーを見てたんだ。それですごく素敵なショーだったから一言お礼が言いたくて。あんなに素敵なショーを見せてくれてありがとう、お姉ちゃん。ずっと剣闘士たちが戦うショーしか見てこなかったから知らなかった。あんなに心が温かくなるショーがあるんだって知れてよかった。院長先生なんて最後大号泣しちゃって、子供たちみんなで慰めるの大変だったんだよ。パパと一緒に見たかったな。この町ね、知ってると思うけど、強い人には優しいけど弱い人には優しくないの。私もパパがいなくなって孤児院にお世話になってたけど、孤児の子たちはみんな思ってる。強ければ勝てば何でもいい、そんな考えはもううんざりだって。でもみんな仕方ないって諦めてて、誰も言い出せないでいたの。
私も一緒。強い人たちに囲まれて、ただ言われるままのことをするだけ。毎日ただ生きていくだけで精一杯で。でも今回のショーできっと変わると思うんだ。強いってただ力が強いだけじゃない。少なくとも孤児院の子たちはそう思ってくれたみたいだった。私もこれからは少しずつだけど勇気を持ってもう我慢せずに生きていきたいと思えた。世の中は理不尽なものだ。それは子供でも大人でも変わらない。あなたみたいに強い人でも世の中って理不尽なの？ルーナ、あなたに尋ねたい。この刻印に見覚えはないか？印。勇気。あなたはこれが何なのか知っているのか？うん、もちろん。パパが教えてくれたの。これは悪いやつをやっつける勇気を与えてくれる印だって。ずっと前に事故で死んじゃってるけど。そうか。嘘ではないな。確かに勇気を与えてはくれる。本人が望まぬ形ではあるが。旅の途中で話した各都市のコアアイテムのことは覚えているか？ああ、その中でこの町、フェルスのコアアイテムのみ所在不明というのも話したと思う。そのインタリオリングにはある力があるんだ。インタリオリングを作った火の大精霊バレンは苛烈で直情的な性格から周囲に恐れられる存在だった。そんな彼はすぐ熱くなりがちな自分の行動をいさめてもらうため、とある指輪を友であるアーテールに送った。もしも自分が再びカッとなったら、このリングに願って止めてくれと、そう言って、そのリングにはそれを通じた命令に絶対に逆らえないような強い魔法がかけられていた。指輪はフェルスの長が管理していたが、窃盗に遭い流出した。そして地下闘技場のオーナーの手に渡り、
刻印を刻んだものを支配する呪いの指輪として使われていた。あ、この右目の刻印だ。今、そのインタリオリングは地下闘技場が一斉摘発された時の混乱に紛れ流出して以降所在不明だ。だが一度所有者が現れ、もし命令を下されれば、刻印を刻まれた自分は絶対に逆らえず、ただその命令を忠実に実行するだけの傀儡と化すだろう。たとえそれが大切な人の首をその場でへし折れという命令でも、逆らうことはできない。ならば言わせてもらおう。自分はあなたたちの参加には反対だ。長い旅は危険が伴う。予期せぬトラブルがいつ起こるかわからない。だがやはり自分としては、あなたがサーカスに参加することに反対だという姿勢は変わらない。そのぐらい旅というものは過酷で、危険をはらんでいると思っている。待て、なぜそうなる？そんな話の流れだったか。どれだけ相手を大切に思おうとも、自分はその思いを守れない。皮肉なものだ。他の誰よりも自分自身を信じられないとは。自分はいつ現れるかわからない命令者の影に怯え続けている。自分の人生はずっとこの印に縛られ続けているんだ。いや、それは少し違う。リングはすでに国が捜索している。それでも見つからない。だからアレストさんは苦肉の策として、唯一この印を残された自分をあえて泳がすことで、現在リングを所持している人間を刺激しようと考えていらっしゃる。自分はそのための餌だ。ただ過ぎゆくだけの時間を有効に活用してもらえるのならば、自分に拒否する理由はない。だから参加を決めた。それにたとえリングを見つけ、国が厳重に保管したとしても、この印は消せるようなものではない。だから、これは文字通り自分が死ぬまで付き合っていかなくてはならないものだ。